から魔王、新魔国の休日。はい、今日から魔王やっていきたいと思います。前回はすごく霧のいいとこまでやりましたよね。三幕が終わったところというね。はい、よかったよね、あのゆうちゃんのパンチはね。ね、ということで、どうだろうな、4幕も一気にいけるかな。どうなんだろう、4幕何があるんだろう。いや違うな、友達のお兄さん、ゆうちゃんは天の弱だから正反対の選択肢が正解ですよ。なんで当たり前の顔して俺の部屋にいるんだよ村田。そしてなんで勝利にギャルゲーのアドバイスしてんだよ。だってこないだからこうなんか見てられなくてさ。わかるよ、そういうのあるよね。どうしてこんな初歩的なポイントで詰まるかな。うるさい、お前にギャルゲーの何がわかる。ちょっと読めばライターの癖なんかすぐわかりますよ。この場合はこっちが正解です。黙れ、口を出すな。俺は俺のやりたいようにやる。どうぞご自由に。でもほら、あれゆうちゃんがバレンタインのチョコを他の男に。どう見てもコンラッドなんだよね。ねえ、僕が言った通りでしょ。ゆうちゃん、俺にチョコをくれないばかりか、よりにもよって他の男に。ひどい、あんまりだよゆうちゃん。くどいようだけど、ギャルゲーキャラの話だよな。はあ、くだらねえ、架空の存在の作り話だろ。そんなのに一喜一憂してどうすんだよ。やばい、私今突き刺されてる気がする。一喜一憂してるわ。まあな、そう言うなよ渋谷。これはこれで面白いところもあるよ。そうか、俺にはよくわかんないな。最近のゲームはよくできてるんだよ。現実じゃ絶対体験できないことを疑似体験できたりね。バレンタインでモテモテとか、自分じゃない誰かになって大冒険とか、身分や立場をガラッと変えたりとか、そういうのやってみたいと思わない？思います。そうだな。うわ、出た、これか。どれだろうな。自分じゃない誰かになって、バレンタインでモテモテ、モテモテじゃない？バレンタインといえばチョコだけじゃなくてカードもつけたりするよな。そうだね、思いを綴ったカードなんてね。ゆうちゃんはカードが欲しいのか。でも学生のうちは親の家族カードで我慢しておけ。そのカードじゃないと思うんだけど。そのカードじゃねえよ。じゃあいくら使ってもなくならない不思議なテレホンカード。ないない、つか携帯持ってるし。んでもフォンカーベルニコフ教だったら作れそうだよね。私また西田のやつ選んでる。ああ、そういや作ってた不思議なカード。え、新魔国にもついに電話が。いや、電話はまだない。遠方とのリアルタイム通信は骨皮族頼りだな。じゃなくてカードだよ、カードの話。なんか不思議な効果があるお札でさ、もう腐女子の間で大人気。腐女子腐女子。おかげでえらい目にあったよ。これ楽しいやつじゃない？ね、相当楽しいやつでしょこれ。人生いろいろ、男は桃色、男は桃色、桃色なのか。じゃあしょうがないよね。やっと一休みできそうだ。今日は朝から忙しかったな。ああ、疲れた。なんかやたらと疲れた気がする。昼からの予定もないし、このままちょっと横になっちゃおう。おやすみなさい。
なんか寒気がする。ええ。心臓も変にバクバクいってるし、風邪でもひいたかな。あったかいお茶でももらってこよっと。やばいよね。心の臓があれしてるのはちょっとやばいよね。本当にいいの？グレタたちがモニターになっちゃって。もちろん構いませんよ。むしろこの魔導装置、仲良し小良しエフダ君にはあなた方こそが適任なのです。そのカードくれ、欲しい。それは本当に人体には無害なんですよね。痛かったりしませんよね。当然です。安心しなさい、ダカスコス。あなたはただこの絵札を合わせて現実の変化を目撃すればよいのです。絵札を合わせた途端爆発とかしませんよね。くどい。申し訳ありません。過去の苦い記憶がどうしても。絵札を組み合わせた二人があなた方の考えた設定で行動してくれるだけだと言っているでしょう。設定では本当に私たちの妄想が現実になると。ああ、陛下と誰かを勝手にくっつけちゃえるなんて最高。しかも二人の関係の設定まで考えた通りになるんですよね。まさに私たち新魔国恋愛事情妄想族にうってつけの装置ですわ。その族入りたいな私も。組み合わせた二人の様子はこちらのよく見えエール君で観察できます。楽しそう。陛下とお相手のご様子がこの水に映るんですか？その通り。この魔導液体ミエールは遠隔情報の受信能力が極めて優れています。二人の全行動を映し出すばかりか会話まで伝達するのですよ。さすがアニシナ様、お二人のご様子をこっそり覗き見できちゃうんですね。覗きではありません、観察です。さて絵札の種類はこれで足りますか？この方たちの絵があれば十分楽しめると思います。それはよかった。私はまだ作業があるので一度席を外します。ダカスコス、後で報告書をお願いします。え、なんで自分が。おや、不服なのですか？弱いなダカスコス。喜んでご報告立てまつります。それは何よりです。では、絵札の醍醐味を存分に味わってくださいね。はい、早速やってみよう。ユーリと誰の組み合わせがいいかな。ギュンタ、ギュンタ。うん。俺がどうかした？陛下。いや、これは風邪薬かなんかない？なんか妙な悪感がするんだ。虫の知らせだわ。は？陛下、何でもありません。あ、お薬でしたね。あいにく切らしておりまして。きっとすぐに気にならなくなりますよ。ええ、すぐに。そうかな。ユーリ、お風邪の時はお部屋で寝てなきゃ。みんな強くない？わかったよ。でも気のせいか、みんなで俺を追い返そうとしてない。とんでもございません。そうならいいんだと。そうだ。ねえねえユーリ、今パッと思いつく人の名前を言ってみて。は？思いつく人？そんなのグレタに決まってるじゃないか。目の前にいる人じゃなくって、誰かムワムワーと思い浮かんでこない？ちょっと待てよ。来た、ギュンギュン。ギュンターかな。返したい本もあるし。ご本？な
るほど。知的な関係で何か設定できそうですね。は？ギュンターが先生でユーリが生徒っていうのはいつも通りだよね。ギュンター様が女王様、陛下がしもべってのはどうかしら。やばす、結構ハードじゃないそれ。ラザニア、鼻息が荒いわよ。ダメダメ、そんな設定危険すぎますダメダメもういい子ちゃんなんだから。いい子ちゃん、そうだ、学園もので行きましょうか。学園もの？ちょっと言ってることが。うわ、何そのカード、俺の絵が書いてあったよね。まあまあまあ、ユーリ落ち着いて。陛下とギュンター様で仲良し、こーよし。え、それがさ、目の前にいるユウちゃんは消えるのかな。どういうあれなんだろうね。今いたわけじゃない、目の前に。だってお、いギュンター、約束していた本持ってきたぞ約束？約束なんかしてねえよ。てめえが勝手に読め読めって持ってくるんだろうが。何これ。知識と経験ってのは生きていくのに必要かつ邪魔にならないもんだよ。うぜえよ、おせっかいな先行がうぜえ。あのな、留年し続けてもういい年なんだし、少しは丸くなったらどうだ。待ってよ、留年し続けたにしてもじゃないねえ。うっせえ。今時白い学ランで不良を気取るっつうのもな。あ、ありだろう、おかしいか。世代の違いを感じるよ。感じるな。おまけにその挑発はなんだ。これはあれかな、年下攻めの感じなのかな、設定。校則は違反してなんぼだぜ。ちょっとわかる。いや、今時そんなに前髪を立ててるやつもいないぞ。確かに。もっと自然に流したらどうだろう。いちいちダメ出しすんな。これでいいんだよ。これがイケてるの、俺的には。わかった。好きにしろよ。まあでもイケてるんだからね。まあともかく、今年こそ卒業してもらわないとな。学校の主とか呼ばれて喜んでる場合じゃないぞ。喜んでねえよ。そろそろ腰も曲がってくる年頃なんだし。嘘でしょ、待ってよ。曲がらねえよ。ま、俺はいつまでも学校にいてくれていいんだけどね。え？でもそれだといつまで経っても先生と生徒のままだからな。いや、急にスイッチ入ったな。どういう意味だよ。スイッチ入ってる、どうしよう。さあ、たまには頭使って考えてみろ。頭悪いからわかんねえよ。頭が悪いのと鈍いのとはまた違うんだけどな。鈍いだと？てめえ、さっきから聞いてりゃ言いたい放題言いやがって。ん？その振り上げた拳は何かな。俺を殴ったらどうなるか分かってんだろうな。退学なんざ怖くねえよ。一生責任取ってもらっちゃうぞ。え、それでもいいのか。え、俺が怖いか、ケンタ。まさか。震えてるぞ。むしゃぶりだね。ほら、変な汁も出てる。変な汁って、ねえ、すごい、ちょっとすごいよね。攻めの姿勢を感じるよね、やっぱりね。うん、すごいわ。ただの汗だよ。おい、先行、それ以上俺に近づいたら。ん？殴るか、蹴るか、頭突きか。やめろ。無駄だ、ギュンタ。お前は何もできないよ。だって本当はお前も俺のこと
やめろ言うな。いや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 、これはまずいでしょ。これはアラン、どうして？私の妄想はあくまでも軽いやつよ。泥沼は好きじゃないの？私はいいと思うけどな。私も割といいと思うけどな。たまにはこれくらいガツンとしたのが。ダメダメ、私の平家像が崩れる。身勝手ね。まあまあまあ、みんな落ち着いてよ。これはお見苦しいところを。申し訳ありません、姫様。どう転んでも妄想なのにもかかわらず、ついマジになっちゃいました。ほう、やれ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 。あ、あれ、俺何やってんだ。陛下。ギュンタ、壁にぴったりひっついてなんで震えてんの？わかりません。でも何か、何か陛下がちょっと怖い。それでもってどこか甘酸っぱい。はあ、あ、こんな気持ちは初めてです。ギュンタ、新鮮。ああ、この本ありがとね。返しとく。それじゃあまた。陛下、お待ちくださいませ。陛下。いや、よかったよね。すごいよかったよ。いいもの見たなって感じ。楽しんでいますか？アニシナ、とっても楽しいよ。本当に？一人で遊んでいたら、病みつきになって現実に戻ってこられないかもしれません。わかる。おやおや、自己責任でお願いしますよ。それと、この絵札もどうぞ。え？イス新魔国？いらない。どうしてサラレギー様の絵札？いらないとか言っちゃった。入れておいたらより面白いかと。それはそうですが、サラレギー様は異国の方ですし。絵札を合わせてもちゃんとうまくいくの？おやおや、この絵札の力、いえ、このアニシナの力を侮ってもらっては困りますね。任せなさい。やってみましょう。陛下とサラリギーで仲良し、こよし。言い方だよね。だってそれさ、いきなりこの国に来るってことになるよね。怖いよね、それは。すごく。サラ、見つかっちゃった。飛ばしちゃったよ、もういたと思ったら丸ボタン押しちゃった。当たり前だろ、生まれた時からずっと一緒の幼馴染。そうだ、そう、謎設定入るんだった。サラの行きそうな場所ぐらいすぐに思いつくよ。それよりみんな探してたぞ。出発の時間じゃないのか？そうね。だけど行くのをやめちゃおっかな、なんて。バーカ、冗談言ってる場合か。あら、本気よ。なんで？せっかく希望の学校に入れたんじゃないか。今やお前は郷土の星だぜ。みんなのために学校に進むわけじゃないわ。もちろんそうだよ。自分のために決めたんだろ。うん。でも迷っちゃったんだもん。なんで迷うことがあるんだ？学校に行けばしばらくの間ここには帰ってこられないわ。わ？ああ、そうだろうな。ユーリは平気なの？え？平気です。平気だよ。俺自信あるから。自信？どんだけ長く、どんだけ遠く離れたって、大事な気持ちは変わらない。俺にはそういう自信がある。だから平気だ。
だからお前に笑顔で行ってらっしゃいが言える。ユーリ、行ってこいよサラ、世界を見てこい。ありがとうユーリ。この設定作ったのは誰なんだろう。アニシナ、出発の時間走らなきゃ。待て、急いで転びでもしたら。よし、俺に任せろ。このユーティはちょっと怖いんだよな、顔。怖い、落ちそうよ。よよ、絶対落とさない。俺を信じて捕まってろ。何これ。はい、絶対離さないわ。ギュンターってやってほしかった、これをギュンターと。体格差がちょっとすごいことになるけど。素敵、見なさい、めでたしめでたし、大団円です。本当？大団円かな。まさか本当にこのお方が新魔国に来てるなんて。華奢な陛下にお姫様抱っこされても違和感がないのはこの方くらいですね。まさにそういう意味では絶妙の配役、巧妙な設定でした。巧妙、さすがアニシナ様。当然ですよ。しかしこの仲良し小良し絵札くんの商品化はちょっと危険ですね。いろいろな人の人生を狂わせそうですから。でもすっごく面白いよ。そうですね、面白いのでよしとしましょう。マジっすか。でも面白いって大事だよね。でもね、サラ、なんでここにいるんだよ。しかも俺に抱っこされて。知らないよ。ユーリが無意識化の欲求に基づき抱きしめていたんじゃないのかい。そんな変態じゃねえよ。っていうか違いますからね。ね、もちろん分かっているつもり。君の気持ちはちゃんと僕に伝わってるよユーリ。伝わってるのかな。どう伝わってるんだ安心してユーリ、これを材料に新魔国を揺すったりしないから。多分。多分ってなんだ。僕と仲良くしてくれている限り大丈夫だってなんかもうすでに脅迫なんですけど。それにしても参ったね。まさか魔王陛下自身に捕まってしまうとは。せっかくお忍びで来ていたのにな。参ったね。じゃねえよ、ここは無断で散歩していい場所じゃないぞ。そうなの？僕は大切な友人が住む国の日常が見たかっただけなのに。困ったな。絶対俺の方が困ってるよ。ねえユーリ、内緒にしておいてくれるかい。俺に見つかるぐらいだからきっともうバレてるんじゃないかなそれもそうだね。ならそろそろ潮時かな。え、帰るの？寂しいかい？いや、別に。寂しくないのかい？あんなに強く僕を抱きしめていた君が？寂しいよ。すっげえ、めちゃくちゃ寂しい。うん。また来るからさ。勘弁してよ、本当に。本当さようならって感じ。でも良かったな、ギュンターの表情が良かったよね、うん、あー疲れた。なんだ今日は薬日か。記憶も飛び飛びだし、気づくと変な場所に移動してるし、おまけにサラまで。あー絶対薬日だ。寝よ寝よ、寝て忘れよ。夢なんか見ずぐっすり眠れますように。いや、これでもお疲れすぎる。いろいろ気絶するように眠りましたね。陛下、おかわいそう。グレタたちのせいなんだけどね。ちょっと悪乗りしすぎちゃいましたかね。さ
て、次に行きますか。え、アニシナ様？まだ遊ぶつもりですか？いえね、ゲームの角度も作ったので、せっかくだし、あと一回くらい。恐るべし鬼、いや、悪魔。何かおっしゃいました？いや、何もおっしゃっておりません。なんかサラより村田の方が良かったな、私的にはね。見たかったよね、ある意味ね。渋谷な、えらい目にあっただろ。それどころじゃないよ。僕のカードまであるなんて聞いてないよ。そりゃ言ってねえもん。なあ、ひどい、ひどいよ、渋谷。たまにはいいだろ。村田もいじられキャラの気持ちがわかるかもしんないぞ。僕だっていじられるのは嫌いじゃないよ。でもお客さんの顔が見えないところでいじられてもつまんないだろ。何の心配してんだよ、村田。ああ、もうこんな時間か。今日のカレーは何かな。すっかり慣れたな、村田。こないだのシーフード美味しかったよ。エビもイカもたっぷり入ってて。それはお客さん仕様だ。シーフード風味カニカマ入りなんて時もあるからな。でもいいよね、カニカマ。え、じゃあ僕って一応お客様扱いされてるんだ。お客様以外の何者だと言うんだ。まさか家族のつもりじゃないだろうな。貴様は一体うちのゆうちゃんの何になったつもりだ。まあまあ落ち着いて。あ、そこの選択肢も違いますよ。なぜだ。こんなことを言ったら普通嫌われてしまうだろ。だからゆうちゃんは天の弱なんですよ。絡めてで攻めていかないとなかなか落ちませんって。本当に面倒くさいキャラですよね。でもそこがまた可愛いんですけど。おい、それ本当にゲームの話だよな。あ、いい匂いがしてきた。これは焼きチーズカレーだな、間違いない。とうとう村田が匂いだけでうちのカレーを当てることができるようになったよ。お前ら先に行け。俺はもう少しゲームを進めてから行くから。え、まだ食べなくていいの？さすがに少し飽きたしな。渋谷家の人でも飽きるんだ。お客様へのおもてなしの基本がカレーだからな。ここのところ弟のお友達が頻繁に遊びに来るせいでカレーの頻度が上がって。それはすみません。僕のうちはあまりカレー食べないんで、割といいペースかな、なんて。本当にいい性格しているな、弟のお友達。じゃあ行こう、渋谷。あ、戸棚の右奥に梅干しがあったけど、今日の薬味はそれがいいな。すごくない？戸棚の右奥、人んちの戸棚の中身まで把握すんな。カリカリ梅は意外とカレーに合うんだよ。そういう問題じゃねえよ。ああ、もういいや、どうでも。行こう行こう。ああ、でも綺麗に終わりましたね。ちょうど30分ぐらい。いや、よかった。今日のよかったね。よし、ということでですね、まあこの辺で終わりたいと思います。もう4章でしょ。何章まであったっけ。そんなに多くはなかったと思うんだよね。 5?6? 割ともう後半。まあ、でも見れてないやつをね、見ていくっていうのをやったら結構なパートにはなるんですけどね。はい、ということで、この辺で終わりたいと思います。バイバイ。